今日は11月29日、いい肉の日ということで、美味しいお肉が食べられる絶品ランチをご紹介します。まずは先月宮崎市文化ストリートにオープンしたブンストにお邪魔します。のれんがありますね。こちら、ブンストって書いてあります。こんにちは。こんにちは。こちら宮崎和牛肉汁専門店ということなんですが、肉汁ってあんまり聞いたことないんですけれども、早速いただいてもいいですか？もちろんです。お、やった。お待たせしました。黒毛和牛赤身肉のお重です。では早速蓋を開けてみます。オープン。わ、すごい、お肉がたくさん乗ってる。卵が乗ってるところもポイントですね。瞬間が楽しみだ。厳選した宮崎県産の和牛の赤身をふんだんに使い、絶妙な火入れと癖になるタレで仕上げています。絶妙すぎる。ではまずは卵を割らずにいただきます。なるほど、なるほど、ね、とっても食べ応えがあるのに後味がさっぱりしていて食べやすいです。お肉の方は霜降りの脂の多い肉はあまり使わずに、旨味のある県産の赤身肉を使用しております。だから食べ応えがあるのにこんなにさっぱりしてるんですね。では続いて卵を割ってみますね。来ました。せーの。わー、美味しそう。100点では卵を絡めていただきます。この卵とお肉とお米の相性、やっぱり抜群ですね。最後はカツオだしをご用意してますので、はい、そちらをかけてひつまぶし風にお食べください。ひつまぶし風にできるんですか？なんてことだ。ではおだしをかけてひつまぶし風いただきます。わー、美味しそう。美味しい。染みますね。お肉のひつまぶしってあまり聞いたことないんですが、新鮮でとっても美味しいです。一度に3種類の食べ方ができるってとっても贅沢ですよね。大満足です。美味しかったです。ごちそうさまでした。他にもすき焼きやネギ塩牛タンのお重もございますので、ぜひお越しください。文字だけで美味しそうですけど、もう食べれる。続いて若草通りにある牛カツ中崎にやってきました。こちらではなんと宮崎牛を使った牛カツが食べれるそうなんです。贅沢ですよ ね、 これもいいですね。失礼いたします。こちら特選宮崎牛カツ定食でございます。おー、すごい、美味しそう。お肉はレアなんですね。そうですね。こちら特選宮崎牛が宮崎牛の中でも上質なお肉を厳選しております。外の衣をサクサクに、中はレアで仕上げておりますの で、 ですか、ね、こちら前のプレートで断面を両面焼いてから召し上がりください。自分好みに焼けるんです ね、 そうですね。味付けが3種類ございまして、はい、こちらの岩塩とこちらわさびをお肉の上に乗せて醤油、奥の玉ねぎベースの特製ダレでお楽しみください。いい音、美味しそう。試食をお願いしたい、うん、この音だけでもう食べれますね。それではお塩をかけていただきます。美味しい、うん、とろける。これは最高ですね。衣の美味しさもすごいですね。とってもお肉が柔らかくて口の中で旨味が広がりました。そして後味は意外とあっさりですね。そうですね。当店の牛カツは内もも肉の赤身を使っているのと、パン粉をきめ細かく砕いているので、カツなのにあっさり食べれます。あ、そうなんですね。確かに衣は薄くてでもサクサクしてますね。うん、いい音、美味しそうな音ですね。こうやって自分で焼いて食べるスタイルだといつでもあったかいのが食べれますね。そうですね。お客様も喜んでいただきます。絶対そうですよね、はい、どっちも食べたい。今日はいい肉の日、絶品お肉ランチをご紹介しました。本当に美味しかったです。ありがとうございます。皆さんも自分へのご褒美に贅沢なランチを楽しんでみてはいかがですか？